せい7月8日本日誕生日の兄弟たちよ、おめでとう。それではいただきます。バカ、うん、おいしい、でろうまし。じゃあお誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう。やっていきましょう。ブーレイ、デコチェックしたいのが一番端でね、あとね、村人の300人の村人が入るに、どうもマグリでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日もやってまいりましょう。今日はですね、先日お伝えいたしました通り、村人村の方をね、ちょっとやっていきたいと思っております。敷地を広げるってことを前提にちょっとやっていこうと思っているので、はい、よろしくお願いいたします。さあ来い、今日の星カモン。お、よしよしよし、いいねいいね。村人を守る、そう、私ゴーレムだ。では収録会自慢の方をやっていきたいと思います。まずですね、この辺り装備して、はい、ちょっと飛んでいきたいと思います。また戻ってきますけどね、一旦ちょっとね、収録外でやったことをチラッと見に行くだけなので、はい、エリトラがなければこんな無駄な動きはできない。間もなく見えてくると思いますが、テレンテレン、わかりますかね、わかりますかね、ほら相当敷地が広がっていると思います。はい、まあこれぐらいとりあえず第一段階の広げ方ですね。村人の規模からしてこんなのじゃ全然足りないので、もっともっと、はい、時間をかけてですね、大きくしていこうというふうに考えてはいるのですが、とりあえず今のところこんな感じとね、どうしていくかな、もうこの辺も取っ払っちゃいたいんですよね。なので、ちょっともう脇潰しも完璧にさせていただいてて、いつでもまあ取っ払える状態ではあるんですけど、一つ懸念のポイントとして、はい、ご覧くださいね、ここちょっとね、はい、遊び心でちょっと海を用意してみたんだけど、ここだとねゾンビが来ちゃうよね。まあその辺もですね、なんかどうにか、はい、いい感じにできないかななんていう風に考えているところでございまして、あとこの穴とかね防いでおかないと、とかだから夜とかなってくる、夜じゃなくてもですね、もしかしたらここにゾンビが登ってきたりとか、でこう上から見れるみたいなね、はい、ある種アトラクション的なね、まあ、あと細かいところ、ここの段差をなくしてみたりとか、そうですね、いろいろと考えておりました。収録会でねちょっとやらせていただきました。ここもね水浴びの場所作ってね、なんか水浴びの中にギミック作ったりとかしてもいいでしょうし、まあ、ここから新しい村人がやってくるみたいな感じにしてもいいですよね、ホイールさんみたいにね。あとはなんかあるかな、ちょっとこう森に食い込んでいるバイオームまたぎっていうとか、ちょっと個人的に気に入っておりまして、はい、この森をちょっとまたいで、でこちら水浴び場が平原としてあって、あっちにね砂浜もあってですね、なんと途中にはこの道の柱があって、ここはなんか待ち合わせ場所に使われたりとか、なんかそういうことをちょっとイメージしてます。村人村がだんだんいい感じになってまいりましたね。熱が高まってきておりますね。ここはまあ 海ではないので、そうですね、なんかうまく仕切ってですね、モブが来ないようにして、水浴び場というよりは、そうですね、海水浴じゃないです、海じゃないから何と言うべきか分かんないですけど、まあ、デカめのプールじゃないですけどね、自然の水浴び場とはちょっと規模感の違う感じ、まあいろいろと考えているところでございます。なるべく今日はですね、村人さんを解放して、この広いところで遊んでいただけるようにしたいなと思ってます。内側の方は何も変わってないので、はい、ここにまあいろいろともうグッズ用意してありますのでね、収録会自慢は以上でございます。ちょっと戻ります。本音タップ。村人村といえばこの村人選別機構なんですがね、今左手に見えております赤砂がこうとグッと上がってきてるということは、デパートね、こっちのね今後ろに見えてるデパート中にもう村人がいっぱいもう満タンに入っちゃってるっていうことなんですね。だからちょっと村人のその流していく様子からご覧いただいて、で村人村の村人を解放していくっていう流れでちょっとやっていきたいと思っております。お疲れ様です。まあこの辺はねしっかりと仕事のある方々と仕事のない方々、おーいおーい、トロッコやないかい。デコチェックしたいのが一番端っこだけがね誰もいない状況になってるので、それもいちいちこうやってチェックしていきます。うん、問題ないね、はい、こういう地道な作業がね必要になってくるんです。皆さん、じゃあ次の列いきましょう。お、これは新人だな。あ、新人ですね、新人ちょっと置いといて、あ、はい、あなた武器鍛冶さんはもう行ってらっしゃいですね、行ってらっしゃい。
はい、で、あ、ここは、あ、羊飼いさん、あなたも行ってらっしゃいね、行ってらっしゃい。うん、さあ見てまいりましょう。おお、はい、こうします。出ていただいて、ちょっと一旦ここ取って、よいしょ、かなり危険な仕事これ。はい、これでリセットかける、カボニーを解除、頼むから入んないでもう。で、3箇所しっかりといないことになってるかをチェックしに行きましょう。で、1、2、はい、これ一番端っこなってないので、ここ、そうなんですよね、カボニーが入ってくるとすごいこういうめんどくささがあるんで。ああ、新しい村人が入ってきてる、新しい村人が入ってきてる。はい、これさっき発射したからのトロッコですね。回収して、今どこにいたんだ俺。あ、ここをやってたのか、違うな。あ、そっか、ここをやってたんだね。ここやってて、あれ、誰か入ってきたってこと。嘘だ、もうそんな入ってきてんの。いやー、すげえ。はい、じゃあちょっと戻りましょう。もうすでにですね、先ほど戻したはずのここももう上がっちゃってるし、誰か来てるってことなんだよね。ほら、早えよ。あなたも、行ってらっしゃい。あ、ここも入ってきて、もう行ってらっしゃいだよ。行ってらっしゃい。村人村の 村人が増える理由は実はここにございます、皆さん。それをですね、ちょっとご覧いただきたかったっていう本音も少々ございました。今送った村人たちを確認するためにですね、ちょっと上上がりまして、はい、上の方は特にまあ、ほとんど見る必要ないですよね。大丈夫ですね。間違ったことがほとんどないのでね。よし、じゃあ行きます。私もこれで追いかけましょう。いるかー、いるかー。これが割と楽しいんだよね。だ、こうなるとね、ここちょっとね、落下したタイミングですごい減速するっていうことをね、最近ちょっと覚えて、もっとパワードレールを敷いてあげた方が、おそらくは彼ら行きやすいんだろうなって思ってます。いけいけー。あ、引っかかってんのがいるな。これ押していけるかな。よいしょ、あ、いたいたいた、押せた押せた。一緒に行こうぜ、俺もトロッコで行くから。いけいけー。俺は座ってんのに君らは立ってるんだね。いけいけー。てってーてってーてて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 てはい、あんまり会いたくもないだろうけど、俺の顔見てえなっていう人がいたらですね、変わり者がいたらですね、ぜひ馬釣りの方来てみてください。はい、地味なお知らせでございました。お、誰も詰まることなく言ってますね。むっちゃ詰まってるじゃん。よし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 。おー、やべえ、早えよ村人がたまるの。というわけで村人村やってまいりました。正規ルートでやってまいりました。先ほど、あ、そうだ、この辺もね、はい、柵にちょっと彩りを与えてみました。ここもいらないんだよね。脇吊るしの方も、まあ、しっかりできている。もう見て、ほら、以前作った家のこう密集っぷりがすごいんですよ。密集しまくる、このベランダのこの数でね。あとね、村人のね、人数をどうにかして調べる方法ないかなってことで、まあ、いろいろと調べてたらですね、このデバッグ F3 のこの F3 のデバッグの、はい、ちょっとズームしますけど、エンティティっていうところがあるんですけれども、描画されているところにいるエンティティが328になってて、で265がチカチカしてるのが、これ描写300人を優に超えてます、ここの村人村の人数。はい、こんなちっちゃい村で300人が暮らすなんてありえないですよね。というわけで、ちょっとある意味ありえない村みたいなことになってんだけども、村人村の開拓をやっていきましょう。はい、ちょっと本ネタ前振りが長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。前回この村人村環状線を作って終わりましたけれども、はい、ここは公園にしようかななんてね思ってて、でもとりあえず村人が邪魔すぎて何もならないので、敷地を広げることを優先させていただきました今回。一応まあコンクリートとか持ってきてるんで、なんか建築できたらしようと思ってんだけど、はい、まずは先ほど申し上げました海岸沿いですよね。ちょっとどうにかしないと危ねえということを思っておりまして、石ハーフでいっとく、まあ、それが無難だよね。もうおそらく石ハーフだろうなってことは思ってたんで。と、水の中潜ってくるってことはないので彼らが、はい、っていうわけで、ちょっとまあ
こんな感じで、こんな感じでちょっと広げていきたいと思います。これで一応囲いができましたので、この上でフェンスとか置いていけば、もうあのゾンビは入ってこれませんよね。こちら側からは。まあ、しかしあの上からの降りてくる感じの野郎どもがいる可能性があるので、それを防ぐために、ここは伸ばしていきましょう。一応ここは繋げといて、物理的にね。物理的に。これ支えられてる。まあ、一応浮いてると思っててください、皆さん。浮いてるんだけど、一応ここで支えとしてひっついてるみたいな。はい。雰囲気だと思ってください。せっかくだ、コンクリート持ってきてるから何かに使いたいんだけど、まだね、この雰囲気的にコンクリートと村人村がちょっとマッチしてない感じしないですか？ね、マッチです。よしよしよし、できた。あとはこのハーフブロックの上に、この柵の続きを作ってあげればですね、ゾンビも入ってこないし、村人も向こうに出ていけない、遊び場。よっしゃー、できましたー。皆さんもうこれであれだよ、村人も解放できちゃうからね。今日のまあ目標は達成ちゃ達成なんだけどね。あ、こんな感じかー。まあ微妙っちゃ微妙だな微妙っちゃ微妙だな。まあ今のところはこれでいいんじゃないかな。海の方広げたってしょうがないからね。ちょっと気になるポイントが一箇所あったので、そこを修正して寝たいと思います。はい、ここはね、ちょっとね、ここもちょっとやっとこうか。はい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 、オッケー。下から、あ、うん、おいるね。雲がいたけど、はい、あいつは登ってこれません。村人さん越えられませんよね。大丈夫ですよね。逃げ出すことないですよね。あいつらすぐ逃げ出しちゃうから、しっかりとしっかりとチェックした状態で解放しようと思ったけど、ちょっと待って、その前にこの海岸の前はちょっと砂あったかな。砂がないな。一旦この海岸沿いを草の道にしたいと思います。はい、海岸のラインをちょっと草の道にしてみました。あとね、この待ち合わせ場所というか、この柱の周りをちょっと綺麗にしたいなということで、ちょっと待ってくれよ。なんかいいのがあるかな。はい、ここは全部土台を鉄ブロックに変更して、まあ見栄え的にもですね、ちょっと綺麗なね、待ち合わせ場所じゃないですけど、ちょっとまあ目立つような場所にしたいので、装飾として初めて使います、僕。装飾として、マジで装飾として初めて使う、この金床。しかし今ちょっと気づいちゃったのが、村人逃げれちゃうじゃん事件だよね、ここね。柵を2つにしとこうと思います。で、この周りを草の道として加工しておけば、すごく目立つ場所になりますね。はははは、いいですね。ここもちょっと目立つ感じで、薄灰色を角に置いて、何なんだこれは。天然のモンスター拝見所みたいなことなので、おそらく下の洞窟から村人がここに来れば、ゾンビもね、うーっつって登ってくると思うんですよ。この雲は多分僕を襲いに来たわけでしょ、おそらく。村人さえ来れば、村人さえこっちに来てくれればですね、ゾンビも上がってくると思うんですよね。じゃあそれを楽しみにしておきましょう。はい、どんどん広がってきておりますね。凹凸つけたいなってことで、やはり周りこれは削っていきますね。草の道どうやって使おうみたいな話してたの、皆さん覚えてます？僕昔これをどうやっておしゃれに使うか分かんないみたいなことを言っていたことが、もう今思い出しましたね。いい感じで最近は好きになりました。よし、そして次はこの段をね、ちょっと滑らかにしていきたいと思います。うん、端っこちょっとやめといて、こんな感じに置いていきます。はい、光源があるとこは置きません。おっしゃー。この下の部分を全部草の道、はい、ちょっと装飾を施していきます。簡単なものですが、はい、で最後にちょっと無造作にこう、草の道ちょっと引いていこうかと思います。公園敷地内はちょっとこう人が歩いてるので、草の道がいっぱいできちゃってるよっていうイメージ。はい、こんな感じでちょっと、はい、森林公園的な場所がありますと。ちょっとかなり固まってきたんじゃないの。で、この森林公園からつながるこの遊び場への道、これもちょっとところどころ歯抜けな感じに道にしといて、ほんでここちょっと細めの道が、でここからあの公園と覗き場につながる道を
はい、できた、できました。皆さん、まずはこの海岸からちょっと歩いていきましょう。道をね、ちょっと作りました今回ね。この道の上にはだから建物を建てないので、そうなってくるとこの範囲内で建物を建てようということが決めやすいのでね。でこちらから行くと、はい、このちょっと待ち合わせ場所に使用されるこの場所、はい、につながっておりまして、それでここからちょっと段差を登ってこっち行くと、はい、そうですね、伝説のモンスター見れる場所。あ、もういなくなっちゃったね、いなくなっちゃったいなくなっちゃった。何人か置いていてもいいかもしれないね、うん、でこっちからも当然海行けますと。でここ戻っていくと段差を越えて、はい、羊さんいます。ちょっと凸凹な道越えてきます。はい、水浴び場がございます。でこっちにはなんかね、ちょっと裏の施設みたいなのね、ちょっと作ったりとかで、でこっちをそのまま行くと、はい、森林公園がございますみたいなね。ほとんどまあ草の道作ってただけと言われりゃそれまでなんだけどね。はい、皆さん、それではこんな感じでちょっと装飾行いましたので、建築についてはまたおいおい行っていくということで、今日は今から村人さんの解放を行いたいと思います。それでは行きましょう。ちょっと手持ちアイテムの整理だけ、させていただきたいと思っております。ペペ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 、準備が整いました。解放していきたいと思います。まずはこのちっちゃいところから解放していきましょう。こいつだな。この後ろについている柵がもう必要ないです。さあ解放です。さあここを解放すればかなりの村人が広がっていくのではないかと考えられます。ここも当然いりません。村人村がすごく広がっていく瞬間でございます。まだまだ村人はちょっと疑っているようで、向こうに行こうとはしません。当たり前か、扉がないからね。扉がないから当たり前なんだけど、まあその前にちょっとここをちょっと広げていくぜ。ああ、行ってる行ってる行ってるね。はい、森林公園で遊んでくれ。よーし、これでかなりお前ら暮らしやすくなったんじゃないかと思いますよ。おお、いいですね。森林公園で遊ぶ村人がどんどん出てきました。ちょっと上空からご覧いただきましょう。いいよっ。300人の村人が入るには狭かった村がですね、相当拡張した、そんな様子が今皆様のお眼に映っているのではないかと思います。ぽい。ちょっとね、村人村の、ね、サムネイルを今ちょっとね、ここも道っぽくしてあげようかな。でこことちょっと繋がってる道がないとね、不自然だよね。ここもいいじゃないですか。あとはこの道と道の間の部分に建物をいろいろ建てていったり、モニュメント建てたりとしていけばいい感じのね、村になっていくんじゃないかというふうに思います。皆さんいかがでございますでしょうか。村人村がすっげえ拡張されたけど、結局夜になってみんな村人家の中入っちゃって終わるみたいな感じでございます。はい、それでは、本ネタは以上。動画の方締めてまいりましょう。コメント見ていきまーす。オウムはどこ？正解はですね、取りだめで収録日違いでございました。おそらく昨日の生放送で、ありえない村に連れて帰っていると思うので、おそらくね。そんな感じです。オウムは定休日でジャングルに帰っていった。あ、なるほどね。定休日だったんですね。マグニガタ、ほら！このワールドにはスポーンしないでしょう。へへへ。スポーンしないのかな？するのかな？では画像紹介、収録が自慢画像、はい、かけるしですね。以前僕のやつ作ってくださったんですけど、かけるしのやつを作ってくれました。はい、ジャジャマグですね。ジャジャマグみんな見てくれてます。これヒドラですね。ヒドラというモンスターが、これマインクラフトですから面白いですよね。マイクラっていろんなのがあってね。はい、神ウマス唇ピンク勢、ホイールさんの仲間、なんか可愛い絵を描いてくださいました。きた、マグクラ7不思議からの15不思議引く手やないかい。ネザーゲート遺跡群、サバ村の結婚、消えた万蔵、各地に乱立する佐藤、古代ポリスメン文明、もう一つはたくさんあるということでございます。チャボさんがですね、ちょっとですね、個人的な理由でちょっとあの絵を描くことができなくなるっていうか、まあ、しばらく そっちにちょっと力を入れられなくなるという、状態だそうなので、また、うん、そうですね、2年後でも3年後でも4年後でも5年後でも10年後でもいいからですね、また1枚でも書いていただくと私的には嬉しいと思います。そしていつも楽しい漫画ありがとうございました。そしてみんな画像ありがとう。その内容も含めましたご祈願の方に参りたいと思います。ありがとうございます。明日は
いよいよ私ですね、ネザーの進捗に手を出そうと思います。はい、全部クリアしたんじゃねえかって話なんだけども、一部の方ではちょっと知られているネザー進捗、隠しネザー進捗、えげつないんですよね。おそらく一個の動画では無理だろうとは思うんですが、ちょっと頑張ってやりたいなというふうには思ってるんですけどね。まあ、どこまでできるかわかんないですね。では、マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、えい、アンマグロでいいよ。村人村、よくなったね。というわけで皆様、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日ですね、ちょっと村人村もいい感じになりましたし、明日はちょっとネザーのその隠し進捗チャレンジしようということで、まあ本当にやること盛りだくさんですね。本当は夏に向けたちょっと夏っぽいことやれっていうこともね、ちょっといろんな人から言われてるんですけど、夏っぽいことが全く思いつかないというね、花火とかと俺じゃないからね、かけるしだからね、とか、海の家とか作ったりかな。じゃあ村人村の海岸をちょっとビーチっぽくするとか、まあそういったことかな、夏っぽいことでちょっとまたいろいろ考えたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。怪我は月のブーツ、黄昏の森やないか。